バラクーダ作戦は1979年に中央アフリカ帝国のボカサ一世を打倒するためフランスが行った軍事作戦。フランスのベテラン外交官であるジャック・フォカールはこの作戦をフランスの最後の植民地遠征と呼んだ。1976年のボカサによる国号の解消以降彼の独裁はさらに深刻なものとなっており、 反対派への無慈悲な迫害は国際的な注目と批判を浴びていた。最も残忍な行為の一つに1979年のデモに対しての弾圧があり、これは100名の子供を含むおよそ400名の死者を出した。これによりフランスはボカサ政権への支援を打ち切ることとした。また、ボカサがリビアの指導者であるムアンマル・アルカザーフィートの 同盟を求めていたことも、フランスにとっては、受け入れがたいことであった。作戦は1979年9月20日の夕方に開始された。まず、あらかじめ、バンギムポコ国際空港に潜入していたスティスの部隊が C-160 で着陸した、ブランシオニコールルージュ大佐の率いる、第一海兵風氷落下3連隊を迎え入れた。 空港を支配下に置いた後、さらに計300人以上の兵を乗せた2機の輸送機が着陸し、ブランシオニコールルージュ大佐から特殊部隊の隊長であるベルナワルド・ジェンヌ大佐へ、チャドの首都ンジャメナにある、ンジャメナ国際空港から、バラクーダと共に来るようメッセージが送られた。その後バンギの制圧を開始し、翌日の午前0時半頃1966年に、 ボカサによって打倒された、ダビド・ダッコ元大統領が、中央アフリカ帝国の崩壊と、中央アフリカ共和国の復活を宣言した。ありがとうございます。